はい、どうも、トラクチの無課金ハオロード12球団編です。今日でですね、ログインが11日目です。はい、11日経ちました。はい、それで今回はですね、こちらを見ていただきたいんですけども、クリスマス10連スカウト、お一人様4回限り、これを引きます。はい、エナジーはね、右上見てもらっても分かる通り1244エナジーありますんで、足りますんでね、引きたいなと思います。まあ、現在 S ランク選手が3名しかいませんので、まあ、ぜひ S ランクの確定のねガチャが来たら引こうかなと思ってたんですけども、まあいい感じで来てくれたんで、これ引きたいなと思います。購入1回目が150エナジーで回せる、購入2回目が200エナジーで回せるプラス S ランク選手1人確定、購入3回目 S ランク確率2倍、購入4回目が S ランク自チーム選手1人確定ということでね、まあ2名以上は確実に S ランク選手、手に入りますんでね、非常にいいかなと思って引きたいと思います。で、まあ一応12球団編でしてるんですけども、購入4回目の S ランク自チーム選手1人確定、これは、純正はねソフトバンクをちょっと集めていこうかなと思ってますんで、ソフトバンクで引きたいと思います。はい、それでは早速、購入1回目150エナジーで回せる、これは A ランク以上の選手1人確定ですね。はい、ぜひ S ランク選手来てもらいたいなと思います。誰でもいいんで来てください。それではいきます。10連目お願いします。さあ来い。おお、来た。気なる期待するランク、よっしゃ、いいよ、よし、来た来た、これで3人以上確定。おお、どこで来る、どこで来る、まだ、お、来た、お、来た、おお、西川選手、いい選手来ましたよはい、西川選手ありがとうございます。よし、日本ハムですね。はい、もう一回、もう一回、もう一枚来い、まだ来い、来ない、最後、エスコバ選手 A ランクですね。いやでも確定ができましたね、いきなり。はい、西川選手、いやこれは嬉しいな、よかった。まあ、まだあと2人ね確実に手に入りますんで、よし、まず幸先のいいスタートで来ましたね。はい、続いて20連目、購入、次回購入2回目 S ランク選手1人確定なんでね、まあ1人と言わず2人3人と来てもらいたいなと思います。いきます。さあ来い、いきなり来たよ、1人、どう、1人は確定なんでね、 A ランクも来てほしい。おー、 A ランクいきなり、中村選手ありがとうございます。さあ、おー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 おお、 A ランクマーティン選手、 A ランク2人来た、 S ランク来てくれ、もう1人来い、もう1人来い、最後、おー、S ランク、おー、阿部選手、中日、S ランク来た、また来たやった、あ、ちゃうわ、これ普通の S ランクや確定や、間違えた、すいません、興奮してしまいました、間違えました、これ確定ですね。でも中日の阿部選手結構いいですね、ばらけてくれてます、12球団組みたいんで、あ、それこれ確定やった。はい、まあでも一応喜んでもいいかなと、まあ、A ランク選手2人来ましたんで良かったです。はい、S ランク選手は中日の阿部選手でした。はい、確定で喜んでしまいました。それでは、3回目 S ランク選手の登場確率が2倍ということですね。まあここでもねもう1人来てほしいですね。はい、いきます、お願いします。 A ランクもいっぱい来て、さあ、ここは確定じゃないよ。うん、
厳しいか。割れろ。割れない。割れなかった。なんか固まった。おお、はい。おお、グラシオ選手。いいですね。自チームですね。はい。A ランク来てくれ。A ランク来てくれ。あー、最後。清田選手。ロッテですね。はい。A ランクが2枚だけですね。グラシアル選手、でも来ましたね。はい。一応ソフトバンク、純正集めていきますんで、これも良かったかなと思います。それでは最後ですね。S ランク、自チーム選手1人確定。これちょっと一回見ますね。僕はソフトバンク最初スタートダッシュガチャでね、高橋選手引いたんでね、この選手引いたんでね、これ以外のまあ被ることはまずないと思うんですけども、結構まあそうですね、柳田選手、グラシアル選手、打者で言うとね、この辺とか松田選手とかね、来てほしいですね。あとピッチャーで言えば千賀選手来てもらいたいなと思ってます。はい、そうですね、こんな感じですね。森選手もね、 A ランク2枚ありますんで来てもらってもいいですね。はい、それでは最後、次回購入4回目 S ランク自チーム選手1人枠でこれいきたいなと思います。柳田選手来てくれ、お願いします。さあ、さあどうでしょう。A ランクも、おおおお、来た来た来た、よっしゃ、ゲレール選手、ゲレール選手来たこれで 1,2,3 人目、よし、4人確定。いいっすね、 S ランク集めたかっただけやのに、よかった。まあゲレール選手若干ね、シルエット臭いですけども、まあまあでも全然いいです。まだ来い、まだあるよ、まだあるよ。なんか固まった。デスパイ選手。おおおお、中崎選手。A ランク来ましたね。さあ、もう一人、もう一人来てくれ。来なかった。さあ、最後です。柳田選手、千賀選手あたり、有能選手来てほしい。お願いします。大竹選手。はい。大竹選手、A ランク1枚持ってます。そうですか、大竹選手。まあでも、よかったです。おそらく2枚いきましたね。ゲレーロ選手と大竹選手。はい。まあ、球団も結構ばらけてますんでね。まあいい感じかなと思います。はい、A ランクも1人来ましたしね。結局、S ランクが1、2、3、4、5人ですかね。ですよね。1、2、3、4人か。4人ですね。はい。西川選手、阿部選手、ゲレーロ選手、大竹選手ですね。はい。と思うんですけど、一応一回確認しておきます。いや、結構来てくれましたね。なんだかんだ言いながらも。はい。西川選手、阿部選手、ゲレーロ選手、大竹選手ですね。はい。この4名、来ました。よかったです。まあ、現状3人しかいませんでしたけど、一気に7人になりましたんでね、よかったと思います。まあ幸先はね、結構あまりいいスタートではなかったんですけども、まあここに来て7人来ましたんでね、ちょっと強くなっていけるかなと思ってます。はい。今回はこんな感じです。動画あげますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキシでした。